消防設置として交付する。平成29年2月26日本宮市長高松議員をどうぞよろしくお願いいたします。消防設備配備所、本宮市消防団本宮第7分団長今野秀樹殿、消防ポンプ自動車1台、以上本宮市消防団本宮第7分団の消防設備として配備する。平成29年2月26日本宮市消防団長国分博明。消防設備配備所、本宮市消防団白沢第6分団長三平森江殿。1、消防小型動力ポンプ積載車1台、以上本宮市消防団白沢第6分団の消防設備として配備する。平成29年2月26日本宮市消防団長国分博明。ちゃんとあるんですね、それちゃんと訓練場で刺すとこ。あ、なるほど、そっちもあるんですね、一応。あ、そっちは火の用心なんですか。あ、なんでな。人いんない。